もこんにちは。今回なんですけれども、キャンプ場に向かってます。今日はですね、8月11日、なので、お盆休みの初日という方が結構多いんじゃないかなと思います。でね、今日行くキャンプ場っていうのは初めて行くとこなんですけれども、どれぐらい人がいるかっていうのがね、ちょっと想像がつかないんですよね。今回のキャンプのメンバーなんですけれども、一人はですね、まだお会いしたことがない方なんだと思います。で、もう一人はですね、前職で一緒だった方で、もうね、僕より15歳ぐらい上なのかな、15歳も行ってないか、まあ、僕より一回りぐらい上なんですけれども、もうね、僕のね、アニメの師匠とでも言うような人だったりします。なんかポータブル DVD があるってことだったんで、じゃあ一緒に夜 DVD でも見ますかっていう話をしてるんですけれども、もう今日はですね、萌えはいらないと、萌えはいらないんで、武骨な感じのアニメを持ってきてくださいと伝えてあります。まあね、僕の中で武骨といえばブラックラグーンとか、その辺が武骨なアニメに入るんですけども、どうでしょうね、何を持ってきてくれてるのか、ちょっとそれも楽しみです。これね、初めて行くキャンプ場のあるあるだと思うんですけど、道が合ってるか分かんないっていう、多分 Google マップで見る限りではこれで大丈夫なんですけどね、なんか大体初めて行くキャンプ場って不安になりますよね。まあ、ちょっと頑張って行ってみましょう。あと45分です。売店あるけど5時に閉まるし食い付けたら何もねえよ。何もないですよ、本当に。いや、早く来るんだったらお茶を買ってきてもらおうかねとかって話をしよったんだけどね。マジですか、ジュースも一応買っては来てます。お、すごい。あっ、誰もおらんのに焚き火だけついてる。終わりました。早っ、ほとんど。張り札を払わんけいか。あ、そうか。風邪ひきます。いや、今日は大丈夫と思う。大丈夫そうですよね。テーブルになんぼするとも。どれです。真ん中、シャープの下に置いてる。スノーピーク、これは。スノーピークは高いんじゃないですか。2万ちょいぐらい。いや、そんなもんじゃない。え、そんなもんじゃない。なんぼするんです。いや、いろいろオプションついてたら、3、4万するから。すげえ。アホやろ。すげえ。なんか四国行ったらスノーピークのキャンプ場ありますよね。あるあるある、ね、九州も下に行くか、ね、はい、結構ええらしいよ、キャンプ場。これはすごい、なんか過ごしやすそうですね。でもラパンであんだけ後ろあんなもんで入るんだな。ラパン、荷物が折れないから言ったら少ねえじゃん。いや、俺スピアード乗ってたはずなんだけどな。あんなに入ったかなとかって。これでほとんど終わりですもん。俺らが異常なんや。俺はだってテントにタープになんかいろんな持ってくるからいっぱいなんだよ。ピザ窯まで持ってきたけど、ピザオーブンと。ピザ窯とかってどんなの？いや、ステンレスのね、こう、そういうふうなやつが。ああ、そう。これ結構仕事で使うんだよ、俺。あ、そう。外で作業して夕方とかになったら、蚊が寄ってくるけ、これを腰ぶら下げて。これはでもね、やっぱ効く。わかる。これ効くの。森林工の方がね。へー。これが森林工だそうです。これね、赤箱とね、青箱、緑箱だったっけ。緑。ね。こっちの方が強力なの。赤箱の方が強力なんですか。これちょっと映しとく。赤箱。これ普通にホームセンターとか行ったら売ってるかな。ホームセンターも売っちゃうとこだったら売っちゃう。ないとこだったら森林組合とか。ああいうとこに。この辺だけしか売ってないものってことはないですか。全国的には。ただ置いてるところが限られてる。限られてるかもしれない。あ、会社がね、和歌山県。ああ、じゃあ、兄弟でやってるんですよ。子供兄弟と。そういう意味じゃない。
そういうことじゃない。そういうことじゃないと思うよ。あーじ。どうしようか、この辺に降らないと思うよ。あれも買ってるけどね、はい、脱災の島工作シリーズ。マジっすか。あれ知らん、脱災が島工作っていうのが。いや、わかんないです。あの震災って言ったら、この辺の災害で、はい、あの貯蔵庫タンクが止まって、おで、あの島工作の作者もあれじゃん、山口県。岩国ですよね。で、手を結んで、脱災島工作。中身はね、何が入ってるかわからんのって。あ、そうなんだ、うん、高いやつで3万4000円の酒か、あ、当たり外れがあるわけやね。とその酒とかどれが入ってるかは分からんけど。あ、そうなんですか。一律1200円の商品で別途。あ、安いんですね。で、200円が災害復旧に寄付する。なるほど。あ、すごい、ええテーブル。ふんちゃん、これで食おうや。何、うん、それで食べようよ。こっちで焼くけ。ちょっと待って。あ、いい。食材が結構買ってるけどね。あ、マジっすか。ウニと、はい、何買ったっけ。結構枝豆とウニとピザが2枚と刺身と、うん、トウモロコシとあとギョロッケと多分ね、お腹いっぱいになるよ。サザエもあるよ、うん、サザエでございます。お、サザエ買ったね、そういや忘れちゃったね、サザエ。サザエもございます。いや、いいっすね、なんかいつもと全然絵面が違う。そうだろうね、うん、事前に展開させてるけね。いや、もうちょっといるんだったらキャンピングカーでもうちょっと積んでくるんだけど。いやいや、軽音じゃけこれぐらいしか積めんかった。これ、これは島高速バージョンですか。へえ。インスタ映えさせていくんだけど。いやー、まずはジュースを。ジュースかよ。あれですよ、水分補給、水分補給。ああ、まあそれはそうだけど。なんか酒ばっか飲んでるとなりやすいらしいですね。あ、で、あの途中で水飲まんじゃダメよ、絶対。ああ、いいですね、出っ歯が入ってて素晴らしい。ここ入る。おっといったところ、あのうちの奥さんがドコモなんですよ。ドコモで一家だけでしたからね。八坂は？うん。そうなの。まで行くだけってやばいっすよね。今時。まあね。ピッチの時代じゃないんだから。まあ、え、ポケベル？ポケベル持ってる。ポケベル？これはどういう仕組みになってるんですか？これはね、ただのステンレスの箱で、はい、石があって、あと下は普通のカセットコンロ。ほう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 。いや、なんか。この石ってのは？あ、ピザストーンみたいな、うん、石で、ここの上にピザ乗せて。あ、これでできるんですね、でこれが温度計があって、あ、なんとか見れると、うん、すげえ。上は3000とか4000ぐらいしかしないんじゃないかな、これ。あ、そうなんですか、うん、安いもんで。あ、ピザもいいですね。スノピレカードが3万だったっけ。マジですか、うん、去年キャンピングカーで集まった時に、はい、これが何台 ?4 台集まって何十枚ってピザ焼いたからね。これも買っちゃった。なんかいらんの捨てたで今。せーの。それでやる。それであれ？ダメ。これで卓球だやっちゃいけ。マジで？カスミンに対抗するそれで。頑張ってみる。うん、カスミンには勝てんと思うよ。あ、ぶりぶり。でもだいぶ涼しくなったっすね。うん、気がかけたら。ほら最初。来て、俺昼何言った？10時。そんな早く来たんすか、うん、マジ場所取り線といっぱいなるけ。俺あ、家だって朝8時半に出た。おかしいじゃないですか。で、ここ9時に着いて、で、タープ立てて、場所取りして。いや、去年の経験があるけ、はいはい、去年すぐいっぱいになったけ。あ、そうなんすか。で、本当はあの辺に建てる予定だったんだけど、はいはい、うるさいけ、こっち来たい。去年は酔っ払いがね、はい、あっちでね、よく自分さんがよくやおったんだけど、はい、夜中、何、1時ぐらいまで騒げたの。マジですか。でもこっちはこっちで、なんか思われちゃったみたい。ランタンの草刈るやつを3つも4つも受けたっけ。うわーっと明るくしとったっけね。ここだけ、不夜城だったっけ。なるほど。
あの時はもう昼間飲みすぎて辛くてダウンしちゃったじゃん。もうずっと飲みよったもんね。さあ宴会の準備を。まさかそれは LD です。LD ディスクだ。おいくらだ。これも面白いよ。狼と渾身伝。これは萌えじゃないと思うんだけど。なるほど。出た地獄少女これ見たいんですよ。まあじゃあ数える。これが 1,2 まである。今3が終わったんだよね。4になったんだね。あのだいぶ前に空の教会っていうのをなんか見せてもらって。あ、これ3まである。あ、空の教会。あれも面白かったですよね。銀河鉄道スリナインとか見たことある？スリナインないですね。アキラ。すげえ。アキラ見たことないじゃん。アキラ俺大好きですよ。あ、見た？見たことある？あ、知っちゃうじゃん。いや、もちろんもちろん。これは見たことあるんで。あの僕漫画も全部読みました。出た。あのすげえ緻密な絵が描いてある。おー、大友。はいはい、お待たせ。食べようや。とりあえず乾杯しませんか。はい。あ、俺酒出してね。クーラーボックスを取りたかったんですけど。あ、何か取りましょうか。そこの方にビールが1本まだ、はい、おい、茶か俺。金麦です。いや、サーモス。あ、それ僕欲しいんですよね。全然違います。全然冷えたまんまずっと。マジですか、うん、さっき昼間試してね、うん、2人だけ僕は使って、こうやって飲みよって、はい、これまだ冷たいよとかってね。へぇー。はい、お疲れーす。乾杯。あとこれちょっと時間経ってから試してみちゃったら、ね、あ、冷た。あ、美味しいですね。あ、行きましょう。金麦がうまいよね。金麦うまいですよね。一番うまいよね、多分。美味しい。この第3のビールみたいな中では、うん、この金麦が一番うまい。うまい。俺も大体買うときは金麦の方にするね。なるよね。美味しい。さあ、ピザも行きましょう。これが100均？これでも100均です。おお、あ、動画で出てた。おお、結構格好もいいね。うん、これセリア。あ、これはセリアだ。ああ、やっちゃった。ごめんなさい。大丈夫、三秒ルール。三秒ルールで。なんで？がいやいいね。あ、こういう風にして入れてるんだ。でもちょうどいい角度、どれもね、いい角度にちょうどやって。大したもん。これ多分あの M6 かなんかのやつなんですけど、これやれば多分またなんか食器立てとかできるかなと思って。プラスアルファがね、うん、セリアが近くにいないけ寂しいんじゃない。光にあるよ。うん、だけうちからすると光とかホームとか遠いから、あそこのモールの中パワーズがなんかありますよね。そう、あそこにもあるよ、あの森林校。あ、そうなんですか。俺がオッケーって犯してるって、うん、脅して脅したらいいよ。これ聞くから、これ聞くから、これ聞くけって。マジですか。って言ったら、あそこの女性のパートの人らがじゃあ入れてとか言って、あたらすぐ入っちゃったもんね。うん、俺ももともと買ったの、パワーズ、うん、パワーズで買って、俺もあそこで買ったもん。ネットで調べて、あのキャンプじゃない、あの要は写真撮ったりするのに刺される系で探し寄って行き着いたのがあの森林校だった。昨日久しぶりに俺天一行きましたよ。天一、あの家に近くあんまないんですよ。あ、ないんだ。うちだったらあの廿日市の方まで行かないとないんで。あ、そう。なんかニンニク入りにしたら次の日まですごいニンニク臭い感じの。ほんま結構入ってるんですよ。あそこよりも今日、ライライ亭よりも。いや、多分天一帰ってきて、家で寝るじゃないですか。そしたら天一の時は、絶対家の窓開けられてたんですよ。それぐらい臭いです、多分。あ、そうなんだ。そうなんだ。でもあれ、ニンニクないと、やっぱラーメンって、ちょっと、まあ、ちょっとね。美味しくはないね。焼肉ラーメンもそうだけどね。そうなんですよ。なんかあれ、じゃあ、同じ演劇部だったっけ。あ、演劇部？うん。誰が演劇部？俺。演劇部初めて。あ、そうかいね。誰が演劇部だ。誰が演劇部って。俺。は？アメンボ赤いなゆえを浮き間に小指も泳いでる。かきなきくりのきかき結構やってたよね。そうなんだ。うん。ツイッターやるよんじゃん。全然やってます。なんかあんまり最初やる気なかったっす。なんかフェイスブックもやってツイッターもやっててなんか結構めんどくさじゃないですか。だけどほとんど俺今フェイスブックは見るけどいいねもせんにゃ何もせん。ああ。あ、インスタ？あ、インスタなんですか？そんな洒落たやつは。インスタ映えで。あ、それでインスタ映えで。インスタ映えでしょ、なんか文字とかも打てるんですか？打てでタグ付けできるけ、その検索で引っかかってきて、あ、結構みんな見たりとか、うん。全然関係ないところから来たりね。うん、そうそう。うーん。例えばキャンプでやって、例えばこういうなんか、
全部いろんなものにタグ付けしたら、その手の趣味の人がいいねしてくれる。ランタンとか、そう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 、メーカーとか、うん、てか表に出せない趣味の嫌なやつをこうタグ付けて違う。そんなことするとちょタグ付けるから、ね、勘弁してください。本名でやめてください。フルネーム勘弁してください。もう成人した娘もいるんですから、2人も。これ飲んでみて。あれから時間経ってるけど全然冷え冷え。あ、ほんまや、すごいよ。サーモス冷やいですね。昼間でもはっきり分かるぐらい、あのくそ暑い時間帯でも、もう違うじゃんみたいな。片方は明らかにぬるかったから、このサーモスこれ優秀よ。これこれ2000円しないぐらいで、こっちが1000円でこっちが1500円ぐらいだったかな。500ミリ缶と2つ持ってると楽かもしれないね、うん、この辺で売ってるとこってあります？アマゾン。声が揃った。声がハモったね今。めっちゃハモったね。一生の深く。あれパワーズにもあったような気がするんだけど、あれ多分スタンレー。あ、はい、3000とか4000する。多分あれは高い。スタンレーよりはね、多分サーモスの方がよう冷える。コスパでも絶対こっちいいと思う。あと確かね、今月の初めぐらいに俺パーズ行ったんですよ、うん、なんかちょっとタンブラーみたいなのしかなかったような。あれスタンレーやれたと。ああ、なんか知らんけどあそこスタンレーばっかり置いてる。クーラーボックスとかでもちょっとジャグ、俺ジャグあれ気になるんだけどね。あ、スタンレーだね、うん、スタンレーのジャグ、うん、あ、ちょっとかっけえなと思うけど、あれはええよね、映えるよね。あれ俺インスタ映えしか考えてないから。じゃあ俺も近くのアマゾンで買います。近くなかったね。すごい近いよね。最近は近いよ。あの九州から来るからね。頼んだらすぐ次の日には下手したら来るよ。だってこれ先週頼んで福岡から来たから。何本あるの？すげえ。すげえ。7本。いや、あのお酒の本数とあのそのおかずの差が。多分最後お酒しか残らん。残らん。どうなの？まだあるよね。まだある。刺身と？刺身もウニも残ってる、まだこれの。うん、ウニはね、あとサザエもあるから。刺身とウニは酒、僕はあの酒ピザももう1枚あるよ。日本酒ですか？ちょっとなら多分大丈夫。ちょっとなら飲めます。あ、ちょっとなら、あ、少しで試してみたい。ただ脱菜、うん、俺飲んだことあるんですよ。で、飲めたんですよ確か。でもね、危険よ日本酒って、うん、あ、まあそうですよね。じゃんけんしてどっちか。おう、じゃんけん、じゃんけんでもいいよ。どっちか、あと1本しかねえ。どうする？俺多分大丈夫ですよ。そうなの、はい、じゃもらおう。ん？いただき。あ、どうぞ。2500円。高っ。ぼったくりじゃん。ぼったくりバーじゃん、ここ。そりゃそうですが。はい、もちろんですよ。これ20時間ぐらいつき。あ、じゃん。これ大きさがあるけ。うん。ああ。で、仕組みが簡単で、で、あの、炎の揺らぎが、やっぱガスと違うけ。違う。LED とかあれなら絶対もう。よりは全然、まあそうですよね、雰囲気が出る。うん、これをつけながら誰もおらんソロキャンプ行って、はい、一杯飲みながらこの揺らぎ見る。ああ、わかります。でも結局寂しいからその SNS でこう、ね、ソロキャンに行ったら多分最初キャンプしますって言ったらそっから先全然見ません。寂しいから誰か来て。いや、寂しくないから。寂しい人ソロキャンせんだろ。早いよね、もう失礼なこと申し訳ない。俺が本当に失礼なこと言ったな。今すごいあれよね。こっちのランタンもつけようか。これつけ方が面白いんで撮ってみる？ちょっとぜひぜひ。